皆さん、こんにちは。今回は元総合格闘家の遠征井上さんについてお話しします。大麻密輸で逮捕された遠征井上さんの謝罪についてや、経歴、元妻との関係、山本キッドとのつながり、そして過去の逮捕歴など、様々な側面から迫っていきます。遠征井上さんは格闘技界で知られる存在でしたが、最近では違法行為で逮捕されるなど波乱の人生を送っています。まず遠征井上さんのプロフィールから見ていきましょう。本名は遠征、庄司井上、1967年4月15日生まれの57歳です。アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル出身で、日系アメリカ人4世です。身長は180センチメートル、体重は106キログラムのヘビー級の選手でした。遠征井上さんは大和魂をキャッチフレーズに掲げ、入場曲や入れ墨にまでしているほど、日本人としてのアイデンティティを大切にしていました。彼の格闘技のキャリアは輝かしいものでした。ブラジリアン柔術で黒帯を取得し、1997年には初代州都ヘビー級王者に輝きました。90年代後半から2000年代前半にかけて、州都やプライドといった大規模な総合格闘技大会で活躍し、全23戦で14勝9敗という戦績を残しています。しかし遠征井上さんの人生は格闘技だけではありませんでした。2000年に総合格闘家の山本美優さんと結婚しますが、2004年に離婚しています。山本美優さんは山本キッドのりふみさんの姉でもあり、遠征井上さんは義弟である山本キッドのりふみさんに総合格闘技を指導したこともあったそうです。遠征井上さんの人生で注目すべき点の一つが関東連合との関わりです。関東連合は1973年から2013年頃まで活動していた暴走族で、遠征井上さんは関東連合の元リーダー石本太一さんとの関係が噂されていました。遠征井上さん自身も10代の頃に石本太一さんから寝技を教えてもらっていたと語っています。また関東連合以外にもヤクザとの関係性があったことを告白しており、格闘大会プライドにヤクザが投資をしているという発言もしていたそうです。遠征井上さんは埼玉県にピュアブレッドというジムを設立しましたが、そこでヤクザの関係を持たざるを得なかったと語っています。ヤクザの友人にお金を払って守ってもらう、いわゆる諸場代を支払う状態だったようです。このような裏社会とのつながりは後々の遠征井上さんの人生に大きな影響を与えることになります。遠征井上さんは破天荒な性格と喧嘩最強説で知られていましたが、同時に身内や友人を救った武勇伝も多く持っています。例えば義弟である山本キッドのりふみさんがヤクザとの車の接触事故を起こした際、その仲裁をしてうまく解決させたというエピソードがあります。また格闘家仲間の高田信彦さんとその仲間が暴力沙汰に巻き込まれた際、遠征井上さんが居合わせて見事に仲裁解決したという話もあります。このエピソードについて遠征井上さんは20人ほどの人物に立ち向かったと語っていますが、高田信彦さんはほとんど何もせず遠征井上さんに頼っていたそうです。そのため遠征井上さんは高田信彦さんを弱虫と評していました。遠征井上さんの格闘家としてのキャリアは波乱に満ちたものでした。2000年にアメリカの総合格闘家ヒース・ヒーリングさんとの試合で TKO 負けを喫し、引退宣言を行います。2002年には元プライドヘビー級王者のアントニオ・ホドリゴ・ノゲーラと引退マッチを行いましたが、こちらも敗れてしまいました。しかし2001年のアメリカ同時多発テロ事件で友人を失ったことをきっかけに、遠征井上さんは一時期アフガニスタン戦争の米軍志願兵になりたいと考えたそうです。ただ入れ墨や年齢制限のため兵士になることはできず、2003年から日本でプロレス活動を始めました。そして2004年1月にグアムのヒューリーフルコンタクトファイティング1という大会で格闘家復帰を果たし、西田総一さん相手に勝利を収めています。しかし同年4月にはスーパーブローでトム・サワーさんと対戦し敗戦を喫しています。
遠征井上さんの人生で大きな転機となったのが2008年の大麻所持による逮捕でした。10月に東京都豊島区のコインパーキングに停めたワゴン車の中で大麻 16.9g を所持していたところを職務質問を受け、大麻取締法違反で現行犯逮捕されたのです。遠征井上さんは1ヶ月ぐらい前に知人からもらったと供述し、同年12月に懲役10ヶ月、執行猶予3年の判決が言い渡されました。この逮捕は遠征井上さんのキャリアに大きな影響を与えました。しかし遠征井上さんは2010年4月に行われた吉田秀彦引退興行アストラに出場し、6年ぶりに復帰を果たします。1日6時間以上の練習を5週間続け、106キロの体重を92キロまで絞り込んだ遠征井上さんはアンズ・ノトリアス・ナンセンさんと対戦し、見事勝利を収めています。その後遠征井上さんの人生は新たな方向に向かいます。2015年にバラエティ番組 You は何しに日本へに出演した際、格闘技にはもう興味がないと語り、全部出したと述べています。代わりに数珠アーティストとして活動を始めた遠征井上さん、アメリカで数珠アーティストとして活動する彼の作品は海外の人からも好評を得ていたようです。しかし格闘技から完全に離れたわけではありませんでした。2022年には総合格闘技の大会スピリットを発足させています。スピリットは遠征井上さんの提唱により、当時プロボクシング団体 WYBC の会長を務めていた山根明さんと WYBC の世界ヘビー級王者の高橋智也さんと共に世界最強を決めるために立ち上げられました。また同年には YouTube チャンネル遠征井上チャンネルを開設。動画では格闘技界や格闘家について語ることが多く、ファンからも大きな注目を集めています。2024年1月には1分間最強を決めるをコンセプトにした総合格闘技大会ブレイキングダウンのオーディション動画に登場し話題を呼びました。動画の中で悪童レオさんを締め上げたり、実人ミキさんに強烈ビンタを食らわした遠征井上さんには迫力がすごいといった声が多く寄せられました。2月に開催されたブレイキングダウン11にはゲストジャッジとして携わり、今後もブレイキングダウンに協力していきたいとの思いを示していました。しかし同大会の出場者がたびたび逮捕されたりトラブルを起こしたりしていることから、運営サイドが選手に対し教育していく責任があるといった考えを語っていました。ところが皮肉なことに、遠征井上さん自身が2024年5月に麻薬取締法違反輸入で逮捕されることになります。これは2008年に続き2度目の薬物での逮捕となりました。遠征井上さんはアメリカの郵便局から麻薬入りのチョコレートを封入した国際小包郵便物を埼玉県内の自宅宛に発送したとみられています。さらにこの麻薬密輸を現在の妻と共謀して行ったとされ、ニュージーランド国籍の妻マッキャン・サラ・ジェーンさんも遠征井上さんと共に逮捕されました。その後2024年7月に遠征井上さんは起訴されましたが、妻については理由は明らかにされていないものの不起訴処分となっています。この逮捕を受けて遠征井上さんは謝罪の動画を公開しました。謝罪動画になりますと題して映像を公開した遠征井上さんは大和魂の T シャツを着用していました。遠征井上さんは事実は報道通りだと認め、日本の法律に違反したものを持ってきましたねと語りました。大麻成分入りチョコレートと報道されていたことについて、アメリカで食べたチョコレートは微量のマジックマッシュルームが入ってる、微量だから幻覚というより健康的な量が入ってますね、だからチョコを食べた時に味もない、知らない間に20分経ったら筋肉がリラックスして筋肉痛なくなってすごいいいものだったねと振り返っています。マジックマッシュルーム入りチョコは元 UFC 選手のイアン・マッコールからプレゼントされたといい、当初は拒絶したものの健康だよ安全だよと説明を受け、ハワイで実際に食したと明かしました。微量のマジックマッシュルームの効果は絶大だったようで、格闘技の古傷で腰などが痛かったその痛みが取れ、これやばいと思ったそうです。米国で合法という説明を受け、
日本への持ち込みについて、日本の場合はマジックマッシュルームは 100% 違法とは思わなかったけど、多分違法だろうと思ったと語っています。ダメだろうと思ったら自分の責任は調べるべき。日本の法律と入管のこととかいろいろ舐めないで、しっかり調べて持ってこない。こんな状態になるとは思わなかった。まさか麻薬だとは思わなかった。食べ物だし幻覚も見ないし健康のものだからと反省の弁を述べています。沿線井上さんは逮捕されると名前がなくなり60番と呼ばれていました。再逮捕もされたので収監は99日間でした。その間に 21kg 痩せましたと収監生活を振り返っています。また同じく大麻所持で逮捕された木村実について、あいつは個人的に知っているから、なんでそんなことをやったのか個人的に聞きたい、実のことがまだ好きだし応援したいと語り、最後にファンや関係者に謝罪の言葉を述べて、今後は真っ当に生きていくことを誓いました。いかがでしたか。以上が沿線井上さんの経歴、元妻との関係、山本キッドとのつながり、そして過去の逮捕歴などでした。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。